神父が見なりは、中華民国の政治家、ジャーナリスト。中国国民党の要人で、蒋介石側近として、重要文書基礎に携わったことで知られる人物である。救命は、訓音、字は飛行及び、号は、賢い。不能の過程に生まれる。当初は、旧学を学び、文や陰味を受験した。 過挙廃止後の1904年に、時系県中学堂に入学し、ここで進学に接する。この頃から、秘密結社である、福万堂支社に属して、革命派としての活動を開始した。以後、年派府中学堂、石膏高等学堂予科などで学ぶ。1911年夏、チンヌノガは、石膏高等学堂を卒業し、上海の天卓法で、 記者としての活動を開始する。同年10月の武将危機勃発後は革命派を応援する記事を次々と発表した。翌年3月、陳は中国同盟会に加入している。1914年7月、陳布の神なりは父の死を受けて帰郷し、しばらくは地元で公益事業などに携わっている。 1920年6月、商務員書館の招聘に応じて、上海に再び赴き、ウェブスターへ寛大辞典の編集、翻訳に携わった。翌年1月、陳は、雑誌、商法を新たに創刊し、編集主任として、ジャーナリズムの世界に復帰している。陳の言論は、北京政府の批判と尊文の用語を主張とし、幅広く支持を集めている。 中国国民党が北伐を開始すると、これを支援する論人を張った。1927年1月、陳布神リは、南省で、紹介席と対面した。省は、陳の分散や人柄を気に入り、間もなく陳を国民党に加入させている。同年4月、陳は、石膏省政府秘書長に任ぜられ、翌月には、省の招聘を受けて、南京で、 中央東部書記長に転じた。8月に、省が一旦ゲイヤに追い込まれた際には、陳が辞職宣言を起草している。10月、陳は、上海の、時事新報で、記者となった。翌年1月に、省が復権すると、陳は、国民革命軍総司令部秘書長に招へされたが、これを誇示し、間もなく、時事新報総主筆となる。その一方で、 陳は章が発する重要文書や講演の起草を担当した。1929年3月、国民党第3回全国代表大会で、陳布神成は中央候補監察委員に選出された。翌年12月、国民政府教育部長務次長となり、さらに党中央宣伝部副部長も兼ねている。1931年12月に、 紹介席が一旦下野すると、陳は、石膏省教育庁長に転じた。1934年5月、南省業英説経営委員会主任に任ぜられ、省の傍らで重要文書、講話の起草や、議事の整理等に当たることになった。1935年2月、陳布上成は、軍事委員会委員長自重室、第二所主任に任ぜられた。 11月の国民党第5回全国代表大会では、党中央政治会副秘書長に任ぜられている。翌年12月の西安事件では、病気のため小解析に随行できず、難を逃れた。事件後は、省の命により、大徴用の君主と西安半月記を記述している。1937年の日中戦争勃発に、際しては、 自衛光線生命書などを寄贈した。これ以後も、章の傍らで機密に携わる一方で、公日を呼びかける宣伝活動に従事している。日中戦争後の陳布ヌノガミナリは、章介石の命により、格闘派との交渉にあたり、国民大会の開催などに従事した。1948年3月には、陳は、総統府国策顧問権。 中央政治委員会代理秘書長に任ぜられている。しかし、国境内戦が国民党不利の情勢になっていくに、従い、陳は絶望を深めていくことになった。さらに陳は精廉潔白な人柄であり、国民党の腐敗ぶりにも心痛を抱えていたとされる。同年11月13日、陳武の神なりは、南京において睡眠薬を大量に服用して、自殺した。 去年59ありがとうございます。